皆さんこんにちは、ひろです。こんにちは、みるちゃまです。はい、はい、ということでですね、いつもエッグを応援してくださってる皆様にご報告がございます。私たちはエグ派からお付き合いをしてたんですけども、お別れをすることになりました。はい、詳しく、別れた理由としては、去年の夏からエグ派があって、そこで、まあ、一応2人は、付き合いをさせていただいたんですけれども、まあ、そこから、まあ、2度お別れすることとかもあったりはしてたんですけど、本当につい最近までは普通に付き合ってたんですけど、年明けてぐらいから、まあ、別れるか別れないかの話し合いがちょっとあるような感じで、本当に付き合ってる時は仲良かったし楽しくて、とても相談とかもしてたんですけれども、まあ、どちらかというとその恋人よりは、まあ友達な関係になってたので、だったら友達の方で仲良くやっていければいいんじゃないかなって、僕たちお話し合いでそういう感じになりました。はい、ちょっとエグ派の方で応援してくれてたみんなにはすごく申し訳ないんですけど、友達としてやっていくことになりました。まあ、別に友達としては今も仲もいいしっていう感じです。まあなんかエッグのこれからはどちらかというと仲間で、まあ、切磋琢磨やっていくし、うん、付き合った時はまあラブだけど、まあ、今はまあエッグの友達仲間としてライクな感じでやっていけたらなって思ってます。はい、まあヒューチャムではないけど、まあ、ヒューガとミリチャム、普通に個別、別々で個人をこう皆さんでこう応援してくれたらなって思ってます。僕たちはね、まあ、エグ派で出会って、まあ、付き合いをして、まあ、どちらかというと、まあ、ネットとかでこうカップルとして活動するっていうのはこう今までなかったし、うん、まあ、そういうのに関しては普通に俺は本当に、まあ、ミリアと本当に、まあ、数ヶ月間だけれども、こういう経験をさせていただいてよかったなって思ってます。それは私もおいしいがよかったなとは思ってる。本当に、まあ、付き合ってる時はすごい楽しかった私、うん、一緒にいて心地は良かったなって思ってます。あ、ちょっと性格もね、なんかわちゃわちゃしてるところは似てたしなんか楽しかったから、本当にこういう経験させていただいたのはなんか、まあ、エッグの人たちにも感謝だし、それに、まあ、ミリアにもね本当に感謝だなって思ってます。ヒューチャムとして応援しててくれた方も今までありがとうございます。ありがとうございました。はい、ヒューチャムはこれからも仲良くやっていくので、カップルではないけども個人として応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、そしたらね、撮影とかもあったらヒューチャムのね写真をたまにでもあげましょうか。うん、そうだね。まあ円満なお別れにはなってるし、安心していただけたらなって思ってます。はい、3月発売の方の雑誌についてなんですけど、そっちは撮影中の時には付き合っていたので、ヒューチャムとしてのカットが結構あるので、そちらはカップルとして見ていただければ幸いです。そうだね。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。